大谷は日ハム時代のオフに高校の先輩である菊池雄星に一緒に自主トレしようと誘ったが、菊池は職場も違うし先輩風を吹かせたくないと言い誘いを断られた。日ハムに同期で入団したが、年齢は4つ上の鍵谷陽平に、大谷はソフトクリームみたいな髪型かっこいいですといじった。